久保さん。今回ね、お金が僕を自由にしてくれたにしましょうか。お金が僕を自由にしてくれたっていう。ビジネスが僕を自由にしてくれたみたいなね。これお金が僕を自由にしてくれたっていうのがいいんじゃないかなっていうね。そう。本当自由ですね、今ね。ありがたいことに。なんで自由かっていうと、お金があるからです。はい、お金がなかったら自由じゃないですよ。まあそもそもね、サラリーマンとかもそうですけど、 まあ、ほとんどの人が、まあ、生きていくため、金稼ぐ、給料もらうために生きてると思うんですけど、やっぱお金あったらね、別にそれやんなくてもいいわけじゃないですか。まあ、好きな仕事だったらいいんですよ。お金あの、給料なくても働きたい仕事であるならば、別にそれはもうあのいいと思うんですけど、まあ、ほとんどの人があの飯食うためにあな会社行ってる人がほとんどなので、お金あれば別にや,やらなくていいわけじゃないですか。うん。だから、 まあお金があれば全て自由になるかっていうと、まあ、心の自由もあるので、うん、お金がたくさんあっても心が自由じゃなかったら、まあ、自由じゃないんだけども、まあ、僕はね、うんまあ、結構鍛えられてる部分があるんでいろんな面でねあの一つ足りてなかったのがお金の問題ですねで今お金の問題クリアしたんで、うん、まあまあこれからも稼,ぎ稼いでいきますけど うん、まあその借金の問題ですよね。借金の問題クリアしたし、うんまあ、借金があるときはね、自由じゃなかったですね。借金返済に追われてたんで。<laughs> まああのね、あの、飛ぶっていうこともあるんですけど、うん、まあね、闇金ドックス、昨日見てたのが7か8かな。で、これで出てたのが、えっ、ー、と、なんだっけな。あの、ほ、 あのキャバクラで働いてる女性が出てきたんですけどでそのキャバクラで働いててで全然自由じゃないんですよでな何がまず自由じゃないかっていうとその女性のなんかそのねまああの送迎しててね「うちょ寄ってきなよ」っつってね一回ちょっと寄ってたら目撃したんですけどなんとあのお姉さんのね介護をねずっとしてるっていうねなんかその。 大学卒業して就職した瞬間にお姉さんが事故に遭ってもう寝たきりみたいな。で、もう介護をしないとダメだっつってね。で、介護しながら昼間の仕事もしつつ、昼間の仕事もしつつ、夜の仕事もしつつ、なおかつ大学に関しては、えー、助成金ですよね。だから助成金のね、取り立てのあれも描かれてたんですけど、助成金取り立てか、みたいな。 600万ぐらい借金ですね女性あの女性金じゃなくてあの奨学金か国から金借りるやつですねで延滞するとなんか取り立てなんか取り立てにその来るみたいなあのキャバクラまで来るみたいなねまあ僕か僕はねあの僕も大学生の時にあの国のねそのなんだ 奨学金ですかね、借りようと思ったんですけど、まあ、おつむが悪かったんで、利子付きだったら借りれますって言われて、利子まで付けて借りたくないなと思ったんで、あの借りなかったですけど、でバイトでや,やりましたけどね、もし僕が借りてたら、まあ、借金300も400、500ぐらい、分かんないですけどあの、まあ借り、毎月の借り入れ金額によって変わると思いますけど、まあ、月7万ぐらいもし借りてたとするならば、 年間で80万でしょ ?80 万で、今三350万とかですかね。月7借りてたら。4年間で <laughs>、うん。で、まあ、その女性の方が結局、最終的にどうなったかっていうと、まあ、その取り立てですよね。奨学金取り立てで、でもう返済ができなくて、であの50用意しろと。あ30か。延滞金30払わないと、もう一括請求するぞって言われて。 で、あの、最終的に、あの、吉原行くっていうね。吉原行くっていう。うん。多分ね、まあ、お金があれば、まず、その取、るキャバクラ行かなくても良くなったし、まあ、そこの、なんだろうな、うん、お姉さんの介護に関しては、ちょっと仕方ない部分あるかもしれないですけど、まずキャバクラ行かなくてもいいですよね。で取り立てもないし、うん、まあ、あと、洗濯もちょっと増えるかなっていう。うん。 そう時間もゆとりもあるし、時間の選択もあるわけじゃないですか。うん、だあの例えば5億円ぐらいあったとするいますよね。じゃあ、あの,しあのヘルパーさんにお願いしつつ、一緒に共に過ごすということもできるだろうしただし、ねその支払い、毎月のねそのなんか取り立てきてますっていう支払いもあって、その選択がないわけじゃないですか、そもそも。選択できないし、うん 自分の奨学金返す返せないみたいな感じでキャバクラにも働く昼間の仕事もするみたいなやっぱ選択がないと、うん、どんどん不自由になりますよねうんであとはその選択をしっかりと自分の中で、あのー、考えながら選択していくっていうことができればお金もあって自分でも選択ちゃんとできる うん、だからお金に支配されるんじゃなくてお金をしっかり使っていくお金がお金をしっかり稼いでお金に支配されるんじゃなくてお金をしっかりと考えてお金をしっかり使っていく選択を増やす選択もしっかり考えてやっていくっていうことをやればもうめちゃくちゃに自由になれると思いますよ。うん、でもこれね勉強してないとねお金だけあるとうんなんだろうなあの多分ね勉強してない人だったりとかうん人は例えばそのパチンコとかもそうじゃないですか。 パチンコもあの買っったたからすぐ使っちゃうわーみたいなねよくある話だと思うんですけど。うんうん、洗濯機だなでもね、お金の勉強してたら、パチンコで買った金も金だっつってね、それをしっかりね、<laughs> なんか回すみたいなね。そう。金は金ですから、パチンコで買ったお金もお金はお金、大切なお金。じゃあそのお金を次どう分配していくかっていうね。うん、食費に回すとか。 なんか、あの養育費に回すとかね。積み立てるとかね。まさかパチンコで買ったお金を積み立てに回すとかね。これなかなかできないと思います。一般の人は多分。僕はあのパチンコで買ったお金を借金返済にしてましたからね。<laughs> そう。うーんはい、まあ、お金の勉強してお金しっかり稼いで選択増やしてあやるといいんじゃないかなと思いますね。うーん やっぱ自由いいっすよ、うん、いってらっしゃい